はい、です。今回ですけども、今回の動画は今ね、電車のホームなんですけども、今回はこの間ね、クリスマスに好きなことね、出かけたっていうね、動画を出したと思うんですけど、その出かけた時に、僕のね、コーデの中で、好きなコーデ何っていうね、ことを聞いてきて、まあそういうね、動画ね、好きな子に聞いてきたっていう動画何個か出したと思うんですけど、それの、第何回目か忘れちゃったんですけど、それのシリーズをね、今回18位の1本目の動画でやっていきたいと思います。はい、なんでね、ハイライトで、またね、お届けしたいと思うんで、ぜひぜひね、最後までご視聴お願いします。ということでね、じゃあ、18位の1本目の動画、そんな感じでやっていきたいと思うんで、VTR スタート。僕のチャンネルはね、1日2本投稿してて、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画。で、18時に上がる動画は、いわゆるね、サブチャンネルに上がるような動画。他の YouTuber の方はね、メインチャンネル、サブチャンネルみたいな感じで分けてると思うんですけど、僕のチャンネルは1つのチャンネルで、メインチャンネルに上がるような動画、サブチャンネルに上がるような動画を、投稿していて、で、18時に上がる動画が、いわゆるサブチャンネルに上がるような動画。で、21時に上がる動画が、僕のこのチャンネルのメイン動画になるんで、ぜひね、このね、18時のね、動画で知ってくださった方、いると思うんで、今日もね、21時に動画上がるんで、そっちのね、僕のこのチャンネルのメイン動画もね見てくれたらなって思います。それでね、18位のね、1本目の動画も21位の2本目の動画もどっちもね毎日投稿していて、いろんな動画上げてるんでね、ぜひぜひこれからね、見てもらえたらなって思います。そしてね、チャンネル登録もぜひお願いします。はい、でね、これが向こうなんですけども、こんな感じです。結構カジュアルにね、しましたね。まあ、こんな感じ。そう、ちょっとね、このね、ナイロンパンツ、スポーティー系のパンツに合わせたんですけど、まぁ、ちょっとこの水色をね、ちょっと拾ったりっていう感じで、そこでね、合わせてみたいな感じなんですけど、可愛くない？フード被ったら、こんな感じで。いいね。スニーカーはね、ちょっとこれでね、茶色をね、まあ、足元で拾ってるみたいな感じなんですけど、でね、これ紐もね、水色なんでね、まぁ、そういうところもまあいいかなと思って、はい。どうすか？こういうコーデめっちゃ好き。で、この生地ね、やっぱりね、分厚いからほんまにね、あったかい。でね、プラスね、これオーバーサイズだから、今ね、中 T シャツなんだけど、スウェットとかも着たりできるようなサイズ感だから、そう、だからなんなら本当に、真冬でもアウター代わりにできると思うんだよね、これ。インナーがスウェットだったらね、多分もっとあったかいだろうから。まあ、そんな感じでね。まあ、やっぱりね、アウターってね、ダウンとかね、そういうのがね、メインになってくると思うんだけど、こういうね、チェックシャツ系をね、アウターにする着方っていうのもありだと思うんですよ。まあ、中にね、インナーでね、ちょっとまあスウェット系を着たり、できるようなサイズ感だったらの話だけど、まあ、だからそういう面でもね、やっぱりチェックシャツ系はオーバーサイズ目のものをね、買ったりした方が僕はね、着回しもね、抜群だと思う。皆さんね、ぜひやってみてください。まあ、こんな感じですね。色合いは、近くで見たらこんな感じ。はい、可愛いね。じゃあ、ということでね、これが2個目かな。ということで、じゃあ次、3個目を組むときに、軸にしたアイテムをね、紹介していきたいと思います。はい、でね、これが3つ目のコーデなんですけども、こんな感じです。めっちゃあったか。これは、カーキのこのアウターに黒のね、フレアデニムに、これはね、ちょっとね、見えづらいかもしれないんだけど、1コーデ目と同じ靴かな、確か。やっぱりね、このショート丈のアウターにはね、こういったね、フレアデニムとか、ちょっとね、足が長く見えるようなパンツを履いたら、余計ね、スタイルが良くなるし、まあ別にね、太めのね、ダボっとしたデニムでもいいと思いますよ。ワイドデニムとかでも全然いいと思うんですけど、こういうパンツにしたら余計ね、スタイルがね、よく見えるんで、女の子みたいじゃない、これ。足の長さ。でね、ちょっとね、こっからね、内側からチラッと見えるさ、この色もさ、ちょっとなんか差し色っぽくなっていいよね。で、プラスね、黒ともここ合うし、みたいな感じ。これはね、フードはついてないんですけど、まあ、こういうアウターでもいいんじゃないかということで、あったかすぎる、ね。カーキはね、いろんなやっぱり色にね、合いますね。まあね、やっぱりね、スポーティーのブランドってね、結構賛否両論あると思うんですけど、そういうの気にせずね、好きなものを着ていきましょうよということで。まあね、僕ね、本当にナイキ好きなんで、サッカーした時もずっとナイキでしたね。スポーツウェアも、スパイクも、ナイキはめちゃくちゃ好きですね。ということで、じゃあこれがね、3コーデ目かな。はい。じゃあね、これ紹介、こんな感じで終わりたいと思います。はい、でね、これが2個目なんですけども、はい、全身ね、緑の系統の色に合わせて、で、下はね、ちょっと茶色のスニーカーに合わせました。だからまあ、緑と茶色のコーデですね。はい、どうでしょうか。可愛くない？普通に。意外とね、この色があるような全身色っていうのは、なかなかね、いないし、まあちょっとね、雰囲気も出せるし、みたいな感じも僕は思うんで、赤一色とかも可愛いよね。赤のスウェットパンツに赤のスウェットとか。まあこんな感じでね、これが2コーデ目ですね。まあ緑と茶色も全然合ってるよね。こういうコーデ好き。普通にあったかいしな、これもな。まあちょっとオーバーサイズなんですけど、まあ全然ね、これでもいいかなって思います。まあオーバーサイズにね、ダボって着るのはね、結構僕は雰囲気出るし、いいなと思うんで、僕はこういう着方好きですね。ということで、これがじゃあ2コーデ目ということで、じゃあ次3コーデ目に使うね、3つ目のアイテムを紹介していきたいと思います。はい、でね、これが明日のディズニーに行く時のコーデです。はい、これにしました。はい、カーキーにしました。で、スニーカーはね、このちょっと色合わせて、で、紫が入ってるんで、まあこのカーキーにも合うかなって。こんな感じです。いや、いいね。まあ、あったかい。まあ、インナーはね、スウェット着てるんですけど、そう、だからまあ、これをね、アウター代わりにしたっていう感じですね。まあ、こんな感じです。やっぱいいね。雰囲気出るね。オーバーサイズのチェックシャツだったら。かわいくね。まあ、ポイントはね、コーデをね、決めてるときに、なんかちょっとまあ、合わせるときのポイントみたいな、まあ、そういうところは言ってると思うんで、このね、最後はね、軽くね、終わりにするんですけど、まあ、これでね、行くということで、まあね、結構まあ、同系色で合わせたっていう感じなんですけど、まあ、そんな感じで。じゃあ、これが、明日のね、ディズニー行くときのコーデということで、じゃあ、最後ね、エンディング撮って終わりたいと思います。
これが大学3年生の声なんですけど、どうでしょうか。今回はデニムのセットアップですね。来ました、デニムのセットアップ。大学3年生はデニムのセットアップ着てるイメージが僕にはちょっとありますね。なんかさ、激モテコーデじゃなくてさ、イメージになってるけどね。もうイメージコーデみたいになってるけど、まあそうだよね、イメージするよね。それはその学年別のモテコーデだから、ある意味そのイメージして作るんで、まあ間違ってないんですけど、はい、こんな感じ。まあこれね、別にセットアップで買ったわけじゃないんですけど、色はね大体同じかなと思って。でね、ちょっとポイントが、まあ普通のね、無地のデニムというか、普通のデニムのセットアップをね、みんな着ると思うんで、ちょっとまあアクセントをこういうね、デザインで効かして、あとはまあこういう風にサングラスね、大体サングラスかけてる人もいると思うんですけど、僕はこのちょっと白のサングラスをかけて、そこでね、ちょっと周りと、まあここのデザイン性とサングラスで周りとちょっと差別化してやったっていう感じですね。まあ普通のデニムジャケットでもいいと思うんですけど、それじゃあもういっぱいいるからさ、だからもう誰が誰かか分かんなくなって、女の子も、あれこの人これだっけ、この人これだっけ、この人この人同じじゃねみたいな、混乱しちゃうんでね。みんなデニムジャケットセットアップだったら混乱しちゃうんでね。まあこんな感じでちょっとまあ差別化少ししてるような声なんですけど、どうですか。大学3年生こんな格好いっぱいいませんか。デニムのセットアップいますよね。僕はそう思います。でこのデニムジャケットね、可愛い。まあこういう風にいろんな文字があって、これ単体で下別に違うやつでもこのデザイン性がアクセントになるんで、すごいいいかなって思いますね。はい、というわけでね、じゃあこれが大学3年生のモテコーデということで、じゃあ次大学4年生ラストいきたいと思います。でね、これがラスト大学4年生のコーデなんですけど、はい、ちょっとね、大学4年生ね、あんまりイメージつかなくて、正直大学4年生のイメージを勝手に僕は想像したんですけど、大学4年生でやっとなんか自分で考えたというか、自分の独自のコーデをするようになってきたっていう僕はイメージをちょっと無理やり出してやりました。はい、ちょっとねこんな感じ、ちょっとストリート感あるようなレイヤードしてやりました。ちょっとね、僕ねこちゃん動画でねこのインナー紹介したじゃないですか。その時にレイヤードした時に首から見えないっていうのもポイントだよって言ったと思うんですけど、このね上に着る T シャツのサイズ感にもよるんですけど、まあこれでもまあ多少ちょっと見えるかなぐらい、部分的にちょっと見えるかなぐらいだから、まあちょっとそれはね逆にねゆるっとした感じが出て、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、はい、まあこんな感じ。まあちょっと色を合わせてみたいな。でストリート系に合わせたかったんで、パンツもナイロンパンツにしました。これかっこよくない？僕レイヤード好きだから、やっぱりね T シャツはねレイヤードもできるし、インナーでも使えるし、下でも使えるし、いろんなコーデができるんで、僕は本当に T シャツはめちゃくちゃ好きだから、今回はレイヤードしました。久しぶりに。マジでね結構いいねこのインナー、マジで使えるから、さっき紹介したね動画見てね、もし買いたいなと思ったら買ってみてください。そこでね、まあいろいろ詳細とか載せてるんで。だから大学4年生は僕なりにいろいろ考えてこれにしました。大学4年生ストリートコーデっていうイメージもちょっとありますね。まあということで、これが大学4年生のコーデということで、じゃあねこれ紹介終わりたいと思います。はい、でねこれが1コーデ目なんですけど、まあ、こんな感じですね。まあこれはシンプルにちょっとね黒で合わせて、でタートネック白でちょっとワンアクセントっていう感じで、まあそもそもねこのスウェットめっちゃ可愛いし、このストレッシャンシングス多分ね久しぶりに出てきたと思うんだけど、まあスウェットにタートルネックはまあ一番無難っていうか、まあタートルネックを合わせるならっていうパターンの一つだと思うんですけど、はい、まあそんな感じでね、スウェットマジでこれ気に入ってて、やばくない？このセットはね本当にお気に入りで、こんな感じかな。まあ白黒のコーデですね。メインは白黒のコーデっていうことで、ユニクロのタートルネックねめっちゃ安いんだけど、普通にこれだけでもめっちゃあったかいから、でもね1個ね選択したらちょっと伸びちゃうというか、そういうのがあるから、まあ結構ね1年で買い替えたりっていうのは貴重だなっていうのを僕は感じるんですけど、ユニクロでねそのシーズン使えるのはめちゃくちゃいいので、まあ、結構僕は買い替えたりするんですけど、まあ、白も結構汚れたりね、その汗染みとかもねやっぱりあるから、まあ、こんな感じでね、まあ普通にこれはシンプルに合わせたって感じですね。でタートルネックで結構ね首が詰まったりするから、まあ、そこをちょっとフレアデニムで、まあ、スタイルよく違和感なくしたっていう感じかなと思います。どうですか。まあ、これは本当にすごいみんながね結構やりそうな合わせ方かなっていうふうに僕は思うんですけど、タートルネックって言ったらまあスウェットかカーディガンっていうふうに僕はイメージしてます。あとニットとか、まあこんな感じでね、ストレンジャーシングスぶっちゃけ僕見たことはないんですけど、まあデザインが可愛くて好きっていう感じですね。ぶっちゃけ見てないですけどね、まあそこはちょっとすいません見てないです。はい、そこは正直に行こうって、まあまあまあこんな感じでね、じゃあこれが1コーデ目ということで、じゃあ次2コーデ目に行きたいと思います。